犬島新町駅は、富山県富山市犬島新町一丁目にある、富山地方鉄道富山高線の駅である。駅番号は C34。富山高線の富山ライトレールへの経営館に、当たっては、当初より複数の新駅を設置することが計画されていたが、2003年11月27日の富山市議会建設委員会における、 富山高線路面電車加検等委員会の中間報告においては犬島新町付近等に新駅を設置することが提案された。これによって事業計画は進められ2005年2月18日に富山ライトレールは国土交通省より新駅設置の認可を受け2006年4月29日の富山ライトレールと山高線の開業とともに当駅が新設された。 当駅等を含む新駅の開業によりそれまで、富山高線の駅間距離は平均888メートルであったが、富山ライトレールへの移管開業後は546メートルとなり、土井安市販はこれを利用者が駅に一層アクセスしやすくなる施策と評価している。千鳥式ホーム2面1線の地上駅であり、構内の高屋式電踏切を挟んで上下ホームがある。ホームは、 低床ホームとなっており、旅客和や等の設備が設けられている。富山ライトレールと山高線の各駅及び各停留場においては、各電停の旅客和や壁面を個性化壁と称して、駅周辺の文化や歴史を伝える印象を施しているが、当駅においては関金士がデザインを手掛け、住友運河がモチーフとなったイメージグラフィックが形出されている。当駅における、 個性化壁の共産企業は日本海ガスである。近年の1日平均上高人員は以下の通り、ありがとうございます。